カカリアにさらわれたライデン・メイを助けるため、キアナたちは ME 社本社に忍び込んだ。そんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる。戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊し、カカリアのコントロールから脱した。バイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり、聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかった。ブローニャを助けるため、テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた。教会堂には天命最高のバイオテクノロジーが隠されていた。バイオチップ脳埋め込みに関連する資料を探してちょうだい。天命中央データベースより713個の関連データが見つかりました。うち712個が最高機密、シーリン計画と関連するため閲覧禁止となっております。またオットー大司教が隠したのかしら。それじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリアバビロン実験室関連のデータです。2000年2月7日。くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。かしこまりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間2000年2月7日午後3時。場所シベリアバビロン実験室。ここはどこ？ヤッホー！こんな雪道の中、もうどれくらい歩いたのかな？ちょっと寂しいな。おかしいね。私が寂しがるだなんて。パパが失踪してから長い間ずっと一人ぼっちだったのに、どうして今になって一人が怖いのかな。はぁ、頭の中がメイ先輩が作ってくれた夕飯のことでいっぱいだよ。あとブローニャと一緒にゲームするのも、テレサの地獄式訓練だってこれより面白いよ。それと酔った姫子が素っ裸で私のベッドに潜り込んで、待って、最後のやつは何よ。はぁ、とにかくまたみんなに会いたいな。いっぱい歩いたのにまだ塔に着かないの？迷子かな。この空間にずっと閉じ込められちゃうなんてことはないよね。一人ぼっちでパパが失踪した日みたいに、私に返事してくれる人も待っていてくれる人もいなくて、終わりの見えない雪道でたった一人。違う、今はみんながいる。みんなが待っていてくれてる。メイ先輩、姫子、テレサにブローニャ、絶対みんなのところに帰るわ。あれ、通信機の信号が戻った。目標の阻止に失敗。交戦中に負傷したから少しの間動けないの。目標はバビロン実験室の方に向かったわ。残りのバルキリー部隊は直ちに目標地点に向かってちょうだい。この声はテレサみたい。この近くにいるみたいね。急がなくちしたわ。第二律者がすでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に
第二律者を倒さないと。テレサ、なんで怪我したの？あなたは？もう、ちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナ？キアナかすらの？ふん、クソ第二律者め。幻影で私を惑わそうだなんて馬鹿にしているのかしら。私のメイキアナは今一歳よ。ふん、死ね、幻影！ハイド&シーク！表示されてたけど、もしかして目の前のテレサは2000年の時のテレサなの？だから私のこともわからないんだ。わかったわ。あなたはジークフリートの野郎の私生児ってことね。はぁ？クソ野郎、私生活が乱れまくっているのは知っていたけど、まさかこんなに大きい私生児までいるなんて。だから私のメイだって言ったのね。誰が私生児よ。かわいそうに。受け入れられない気持ちはわかるわ。全部あのスケベ野郎のせいだわ。もういいや。テレサの IQ じゃ説明しても理解できないだろうし、今はとりあえず話を合わせてここから連れ出してもらおう。そうそう、全部あのクソパパのせいなの。あいつ4年前に私とママを捨てたの。それからママも死んで、私はあいつを探してここまで来たの。かわいそうに。安心なさい、私がいるわ。でもまずはこの危ないところから離れましょう。任務が終わったらジークフリートの野郎を捕まえてたっぷり教育してやるわ。司令部、こちらテレサ・アポカリプス。第二列車の現状を報告してちょうだい。テレサ様、ご無事で何よりです。第二律者はテレサ様との交戦後、レーダー上から消えました。塔にある崩壊エネルギーを使って完全覚醒するために、第二律者は必ずバビロン実験室に向かうと思うわ。ヴァルキリー部隊に塔周辺を巡回し、第二律者の崩壊エネルギー反応を見つけ次第司令部に報告するように伝えて。それと第二律者との接触を避けるように言ってちょうだい。そういえば、ジークフリート・カスラナは今どこにいるの？ジークフリート様は先ほど臨時司令所に到着し、現在待機中です。わかったわ。私も今から急いで合流するわ。テレサ、塔ってあの遠くに見える塔のこと？塔はただの略称よ。あれはバビロン実験室といって、天命がシベリアに作った大型研究センターなの。あそこには天命最先端のバイオテクノロジー、素材技術、パソコン技術、そして最新のエネルギー源技術があるのよ。エネルギー源技術？世界唯一の大型崩壊エネルギー反応炉。エネルギー強度2000崩壊ワットを超える化け物よ。2000崩壊ワット？ハイペリオンの核心反応炉よりも大きいじゃん。ハイペリオン？何それ、聞いたことがない反応炉ね。でもハイペリオンって響きは、うん、
戦艦名にぴったりね。うわぁ、言ってはいけないことを言っちゃったような気がする。とにかく、第二律者は覚醒したけど、崩壊エネルギーが足りないからまだ弱いの。だから、塔の崩壊エネルギーを狙うと思うの。もし第二律者が、塔の崩壊エネルギーを手に入れたら、誰にも止められなくなるわ。だから、奴が塔にたどり着く前に倒すわよ。第二律者、シベリア、2000年。どっかで聞いたことがあるような。そうだ、ムーンライトスローンで倒れた時だ。あの時夢の中で謎な奴が言っていたような。2000年にシベリアで第二律者との戦いから第二次崩壊戦争が勃発し、その最中にママが、セシリアが死んだって。テレサ!テレサ!どうしたの?急に大声なんて出して。ちょっと聞きたいんだけど、セシリアは?セシリア・シャニアテも、この戦いに参加してるの?セシリア?どうしてその名前を知っているの?それは、セシリアが、私の最も尊敬しているバルキリーだからよ。そうだったの。セシリアなら来てないわよ。セシリアは1年ちょっと前に女の子を産んでね。それから休養しているの。だから、今回の任務にも参加していないわ。でも、もし私とジークフリートの野郎が第二律者を倒せなかったら、オットー大主教は強制的にセシリアに出撃を命じるかもしれないわ。そんなことは絶対にさせない。セシリアは私が守る。そうだね。しっかり守ってね。よう、テレサ。やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて、心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよ、ドスケベ。はい、はい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな?今度機会があったら、一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、バルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが、何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教が、セシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの体調では、戦いはまだ無理よ。あと30分でセシリアがシベリアに到着する。その前に、第二律者を探し出し、殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ。俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん?キアナ?そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力なら、さっき戦いの中で見たでしょ?俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと。これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソ、じゃなかった。ジークフリート。ジークフリートかすらな。ここが O17 よ。これは、バルキリーのバトルスーツの残骸?どうやらこのエリアのバルキリー部隊は全滅のようね。でも、壊れたバトルスーツからの信号で、第二律者がここにいるかのように見せかけていたんだわ。バルキリーのバトルスーツまでコントロールするなんて、第二律者の力は一体どれほどなの?テレサ、考える暇はないわ。本物の第二律者は O23 にいるはずよ。急がないと。待って!大型のヘリ、あれは天命が配置した、
対崩壊重要重量型ヘリコプター。第二律者は、あれをもコントロールできるの？ヘリコプターで私たちを足止めする気ね。キアナ、さっさとヘリコプターを壊すわよ。かなり時間を取られたわね。もしこれがおとりだとしたら、第二律者は O23 にいるはずね。キアナ、急ぐわよ。司令部、ここから O23 までどれくらいかかるの？最短で15分です。ジークフリートに知らせて。第二律者を足止めして、絶対に塔に近づけるなと。テレサ、報告を聞いたぜ。どうやら第二律者は俺の方に向かってきてるらしいな。へへ、俺の方が運がいいみてえだな。ジークフリート、無茶はやめなさい。あと10分で私もそっちに着くから。10分？なあテレサ、お前第二律者と対峙した時、戦闘開始から負けるまでどれくらい持った？4分50秒。おいおい、マジかよ。第二律者はもう肉眼で見える距離にいるぞ。2倍の時間持たせなきゃならないのかよ。もし正面衝突を避けられるのなら。ああ、いや、牽制作戦は俺の性に合わねえし。テルサ、試してみるよ。ここで第二律者を殺す。あんた、やっぱり最初から点火制裁で第二律者を道連れにする気だったのね、ジークフリート。そりゃそうだ。じゃあな、テレサ。ああ、そうそう。セシリアとキアナのことは、頼んだぜ。待ちなさい、ジークフリート。テレサ、まだかよ。やっぱ足が短いせいか。人類、私とこれだけ戦えるなんて、あなたはあのシスターより強いみたいね。それはありがとさんよ。戦いが始まった時から分かってたよ。テレサが来たとしてもお前にはかなわないとな。ああ、物分かりがいい人類ね。許しよ、こうなら許してあげてもいいわよ。気持ちだけで結構だ、綺麗なお嬢ちゃん。俺はもう決めたんだ。最愛の人を守るためにこの命を懸けるとな。それは地獄で考えな。いでよ天下。やっとお兄さんが見えてきたわ。待って、あれはジークフリート。この燃えている巨大なくぼみはどうやってできたのかな。それは天下制裁の力が解放されたことによってできたものよ。くそ、ジークフリートの野郎、天下を。そんな、天下を使ったらクソパパ死んじゃうよ。テレサ様、気をつけてください。お二人の周囲にはまだ強力な崩壊エネルギー反応があります。待って、くぼみの中心に崩壊獣がいる。炎の中で生き延びられるなんて。第二律者の眷属かしら。私たちの邪魔はさせないわよ。
二律者が塔に侵入するのを阻止しないと。ジークフリートの犠牲を無駄にはできないわ。あいつはスケベで女ったらしでバカだけど、ここで死んでいい野郎じゃないの。くそ。あ、テレサ、パパのことを気にかけていたんだ。テレサちゃんがジークフリートを心配してくるとは思わなかったわ。この声はセシリア？シベリアに到着したの？セシリア様、これが…ええ、間に合ってよかったわ。でなければジークフリートがどうなっていたことやら。ジークフリートはまだ生きているの？体の半分が火傷を負って、まだ危険な状態よ。頑張って治療するわ。二人は先に塔に向かって。治療が終わったら私もすぐに向かうわね。電化制裁の傷を治す？まさか黒煙白化を使ったの？でもそれじゃあなたの体が…テレサちゃんは心配しすぎよ。大丈夫、何も問題ないから。セシリア、ママの声ってこういう感じだったんだね。初めて聞いたわ。そうだ、塔に行けばママに会えるじゃない。ママに会うの初めてだわ。テレサちゃん、グッドニュースよ。ジークフリート、もう安心していいみたいなの。さすがはじゃなかった、セシリア様。点火制裁の火傷も治せちゃうなんて。いい知らせじゃないわよ。点火制裁の火傷を治せるのは同じ生遺物の黒煙白化だけ。でも黒煙白化を使うと命と体力が大幅に削られるの。テレサちゃん、大丈夫よ。見て、今の私は元気そのものじゃない。そんなわけないでしょ。ジークフリートの傷を治したことであなたの体力が半分以下になってるじゃない。今の状態で第二律者と戦ったら。もし私一人で難しいようなら、テレサちゃんも一緒に戦ってね。セシリア、戦わないで。あなたここ一年ずっと体調が良くなかったじゃない。私はあなたを失いたくないの。それはダメよ、テレサちゃん。もし私たちが今引いたら、さらに多くの人が第二律者によって命を奪われるわ。人類を守るのがバルキリーの栄誉であり使命よ。今から塔に向かうわ。塔の前で落ち合いましょう。ヤッホー。セシリア様、どうして私に連絡を？その声、やっぱりキアナなのね。はい。あのね、お願いがあるの。セシリア様のお願いなら、たとえ命を懸けたとしてもやり遂げるわ。何でも言って。大げさね。ただママって呼んでほしいの。え、なんて？お願い、お願い。あなたの声、本当に私が想像したうちの娘が大きくなってからの声と似てるのよ。ママ。もう大満足。録音しなくちゃ。そうだ、私もセシリア様にお願いしたいことがあるの。今回の任務諦めて。うん？理由を聞いてもいいかしら？テレサからセシリア様の体の状況が悪いって聞いて、しかもセシリア様はジークフリートを助けて体力を大幅に消耗して。そうね、体調も良くないし体力も消耗しているし、データを見ると第二律者はとても強いようだし、控えめに見積も 80%？ でもテレサたちすっごく心配してて。だから、あの二人は心配しすぎなのよ。大丈夫、大丈夫。あなたのママは、とても強いのよ。
もうすぐバビロン実験室に到着するわ。なのに第二律者の痕跡がないわね。まさかもう塔に侵入したのかしら。テレサ気をつけて、さっきの崩壊獣がまた現れたよ。くそ、しつこいわね。第二律者のための時間稼ぎかしら。キアナ一緒に倒すわよ。分解する生異物、黒煙白化よ。お疲れ様、テレサちゃん。ごめんなさいね、あなたの獲物を横取りしちゃって。相変わらず強いわね。さすがは天命最強のバルキリー、セシリア。褒めすぎよ、テレサちゃん。照れるわ。そうそう、あなたの隣にいる美少女がキアナね。セシリア、ママ。ブローニャはカカリアとの対峙で自ら脳内のバイオチップを破壊した。そしてフカとメイは病室でブローニャの様子を見守っている。本当にもうこんな時にキアナちゃんはどこに行ったのかしら。大丈夫ですよ、容態も安定してきましたし、メイさんは休憩室で学園長を待っててください。でも私がついていますから、メイさんは休んでください。そうね、わかりました。損壊がこれほどひどいとは。学園長が戻られるにはまだ時間があるし、仕方ない、試してみるしかないか。起きて、目覚めの時ですよ。誰？ここは監獄？そうです、忘れないでください。必ずここから出るのです。これは、どうして、何が起こっているの？待って、やめてください！魔像が呼び起こされた、ホム。でも、魔像はなんで攻撃を仕掛けてきた、ホム？おそらくあの少女が予言の勇者でしょう。魔像の暴走は、あまりにも長時間眠りについていたために、覚醒してもうまく力のコントロールができないからでしょう。そう、まさかずっとこうなのか、ホム。力を使い果たせば自然と落ち着くでしょう。ホム、気をつけてください。私では止められません。大丈夫だ、ホム。すぐに我が輩がおとなしくさせてやる、ホム。負けを認めるわけないでしょう。動くな。これ以上近づいたらこいつを殺すよ。あれはホミなのか、ほら。本当に可愛いね、ホミ。その細い首、少し力を加えただけで折れちゃうよね。どうする？今ここから引くならホミを解放してあげる。大丈夫、氷漬けにはしないから。どうしましょう。いたずらに攻撃をすればホミの身に危険が及ぶでしょう。おとり役を頼む、ホム。我が輩が決める、ホム。そうですね、それで行きましょう。離せ、ホム。死ね、魔女。これがもう二度と寒さを感じない世界。かわいそうな勇者、お前の孤独返してあげる。これはどういうことですか？どうして
こんなにも寒いのですか。その盾、俺が破ってやる。ほら、お前なんかに私の盾が破れるわけが。なんで私の盾が。盾は冷たさと拒絶の象徴。でも渇望するから冷たくなる。恐れるから拒絶する。そうでしょ。違う、私は。大丈夫、私はあなたを受け入れます。もう一度私の一部になってください。受け入れてもらう必要なんかない。かわいそうな人、さようなら。呪ってやる。永遠に殺戮に溺れ兵器として生きるよう呪ってやる。私は、いいえ、ブローニャはその呪いを受け入れます。そして生きてそれを否定し続けます。そう、今のお前なら。どうですか、自分の名前を思い出しましたか。うん、ブローニャは自分の名前だけでなくあなたのことも思い出しました。委員長、勝手に人の夢に入り込むのはいただけませんよ。大丈夫、目を覚ませばあなたはここでのことを全て忘れますから。でも重要なのはあなたが選んだ答えです。そうですか。これでとりあえずは問題ないでしょう。こんな時間に。何のご用ですか、大司教様。